ごいよく当たる占い師が言ってたんだけど、明日地球が滅びるかもしれないんだって。じゃあ今日で世界は終わりってこと？私たち明日にはいないの？今日が最後の日かもしれない。よしみんな、今日は世界が終わる前にしたいことをする日にしよう。となるとやっぱり私が一番したいことは、いらっしゃいませ、この特大のカゴいっぱいください。そんなにチョコを買ってどうするの？今日中に食べるの。今日が地球最後の日かもしれないから、虫歯になろうともう関係ないもん。地球最後の日？まさか。それはただの予言でしょ？本当かもしれないじゃん。リカちゃんこそバイトなんてしてないで、最後の日はハルトくんといた方がいいんじゃない？とにかくチョコ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 、これを今日全部食べきってやる。ありがとうございました。地球滅亡って本当なのかな？どうしよう、やっぱりバイトなんかしてる場合じゃないから。重たい。今日が終わるうちに全部食べないと。僕が世界が終わるまでにしたいこと、それはもちろんはるかちゃんと。はるかちゃん、はーい。はるかちゃん、行きたいところがあるんだ。でも今日は私ピアノの習い事が。明日じゃダメかな？明日はもしかしたらないかもしれないんだよ。だから今日じゃないと。明日がないってどういうこと？いいからお願い、どうしても今日ははるかちゃんと一緒にいたいんだ。わかった、りくくんがそこまで言うならついていくよ。僕ずっとはるかちゃんとしたかったことがあって、今日はそれを叶えるために連れてきたんだ。ここだよ。何のお店？それは入ってからのお楽しみ。ここは？いらっしゃいませ。あら、かわいいカップルね。りくくん、これって？そう、この町に一つしかないドレス屋さんだよ。かわいい。ドレスって着るだけでお姫様みたいになれちゃうんだよね。はるか早く大きくなってウェディングドレスが着たいな。その願い僕が今叶えてあげる。ウェディングドレスだ。ちなみに僕もタキシード着るよ。リカくん、なんでこんなこと？もしも今日で世界が終わるならって考えた時に、僕がしたかったことははるかちゃんとの結婚式だったんだ。でもまだ子供だからできないし、せめてドレスとタキシードを着て写真だけでも撮ろうかなって。だから今日あんなに必死に誘ってくれたんだ。ありがとう。私着替えてくるね。それじゃあ僕も。それじゃあまず男の子の方から開けますね。仕上がってますよ。本当ですか？それじゃあ次は女の子の方ね。はるかちゃん、かわいい。かわいすぎるよ。二人ともよく似合ってるわ。はるかちゃん、もし今日で世界が終わって僕たち会えなくなっても、来世で絶対またカップルになろうね。もちろん。それでは今日の記念に写真を撮ります。二人がずっとラブラブでいれますように。はい、チーズ。これで僕はもう思い残すことはないよ。はるかも最後にりくくんとこんな素敵な思い出できて嬉しいよ。りくくん、はるかちゃん、私が世界が終わるまでにしたいこと、それは先生になること。私の将来の夢は小学生や中学生の先生になることだけど、今の私にはまだそんなことできない。今の私にできること、それはこの子たちの先生になること。まやちゃんのお姉ちゃんが一日先生になってくれるなんてとても嬉しいわ。お姉ちゃん、なんでいきなり私たちの先生なんて？だって明日で世界が終わるかもしれないのよ、まやちゃん。今日ちょっと先生をしてみたいななんて思って。まやちゃんかっこいいです。それじゃあ私が弾くピアノに合わせてみんなで歌ってくれるかしら。はーい。
当にピアノが上手ね。このまま保育園の先生を目指したらどうかしら。そう言ってもらえて光栄です。それじゃあ次はひらがなを上手に書けるように練習しましょうか。はい、まやちゃんのお姉ちゃん、あたち自分の名前書いたんだけど上手バブか。そうね、いっていう字はもうちょっと払って、ここをこうして、この私が赤ペンで書いたように直したらもっと上手になれるわよ。頑張るバブ。エマちゃん、サリーも自分の名前書きました。サリーちゃん上手よ。もしかしてケリーより上手いんじゃないかしら。えっ、お姉ちゃんよりサリーの方が勉強してますもん。ヘックション、誰か私の噂してるの。今先生優しいから大好き。イザベルちゃん、早く交代してよ。私のお姉ちゃんなんだか大人気です。世界が終わる最後の日、とっても楽しい日になってよかったわ。ねえねえ、私考えたんだけど、本当に今日で世界が終わるならママとパパに感謝の気持ち伝えたい。それ、私も思ってた。じゃあ私たちのすることは決まりだね。ただいま。ミキちゃんもマキちゃんもやっと帰ってきたわね。もういつもいつもこんなに部屋散らかしちゃって。ママいつもごめんね。え、私たちね、ママの子供に生まれてよかったよ。もういきなりどうしたの。本当に感謝してるから、今日はママとパパのお手伝いをするんだ。後悔しないようにするんだよね。ただいま。おかえり。どうしたお前たち。最近はパパのことくさいって言ってハグさせてくれなかったのに。今日は最後かもしれないから特別。最後？何が最後なんだ。いいからいいから、肩たたきでもしてあげるね。おお。はい、パパ、ママのお手伝いして作ったご飯だよ。ミキー、マキー、なんで今日はそんなに優しいんだ。そうなのよ、なんか今日はすごくお手伝いしてくれるのよね。食べた食べた。でももうチョコを一生食べれないかもしれないと思うと、まだまだ食べ足りない。チョコさん、ケリーはこんなに美味しいチョコさんに出会えて幸せだったよ。世界一大好きだよ。ケリー、こんなにチョコを食べて何をしているのかな。ママもいる？今日で世界が終わるかもしれないんだって。明日にはもう私たちいないかもしれないんだよ。だからママもチョコ食べてた方が。はあ、何寝ぼけたこと言ってんのよ。寝ぼけたことじゃないもん。占い師が地球が滅びるって言ってたってテレビでやってたもん。だからどうせ最後なら虫歯になってもいいぐらい思いっきりチョコ食べようかと。このおバカ、その占い師は偽物占い師ってさっきテレビでやってたわよ。え、もうそんなの簡単に信じちゃって。地球がいつ滅びるかなんて誰にもわからないの。じゃあ明日はあるかもしれないの。そうよ、だからケリー、食べた分しっかり歯磨きしましょうね。でも明日があるって嬉しい。世界が終わらなくてよかったって思ってくれたら評価をぜひ。このお話はリクエストのお話だよ。そしてここでみんなに質問。もしも本当に世界が終わるとしたら、みんななら最後の日は何をしたい？コメント欄で教えてね。チャンネル登録もお願いします。